はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はね、このね、凄まじいガチャがね来ましたのでね、こちらを引いていきたいと思います。エイプリルフールスペシャル甲子園常連強豪校キャラピックアップガチャですね。で、ここに、今出ている蛇島、有村、古永しか出ないガチャになってます。で、上記キャラのみ出現って書いてありますんで、これはね3キャラしか出ないですね。で、ガチャの内容が初回10連パワーストーン150個で SR1 枚確定で、2回目がね、なんとね PSR1 枚確定というね、すげえガチャになってるんで、これはもう引くしかないでしょう。で、一応3回目以降は PR 以上1枚確定なので、まあね、古永ですね、古永を、まあ、45とかね、まあ、50にしたいっていう人用向けのガチャだと思います。俺はもう勝手にそう思ってますで、まあ蛇島とね有村が出た時はもうこれ完全にミキサー券なんで、まあ、どん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 ミキサーにかけていきましょうというところですね。まあ、一応下の方も確認してみると、まあ、あの期間が短いですね、エイプリルフール用だと思うので、4月3日の、23時59分までと。で、まあ、キャラの紹介が載ってますね。蛇島、野球技術、特に守備が一流でチームメートからも信頼されている二塁手。有村、男気あふれる実力派捕手、誤解されがちだが話してみるといいやつだぞいいやつだったとしても、もうサクセスで使えるかどうかなんでで、古永、目つきが怪しいのはともかく筋力練習が得意な有能三塁手、マスクをつけたあいつとの相性が抜群だということで、まあ、古永は、まあ、マスクをつけたあいつっていうのは鎌狩りですね。鎌狩りとのコンボがあって、で、しかも、鎌狩りとのコンボをやると、初級骨がもらえるんでね、これはね古永本当に欲しいですね。で、まあ、初回10連では、パワーストーン150個で SR1 枚確定、2回目は PSR 以上1枚確定で、3回目以降が PR1 枚確定と、いう感じになってます。で、本ガチャから出現するイベキャラ、蛇島、有村、古永と、この3キャラですね。いやー、もうこれはやるでしょう、やるしかない。ではガチャ画面に行きましょう。プレミアムエイプリルフールスペシャル、タンガチャなんてね引いてらんないよ。じゃあ10連1回目いきます。さてさてさて、フルナガフルナガフルナガー来たーよしよしよし、とりあえず最低限の仕事はしてくれたな。いやー、よかったよかった。あとは古永がどれだけ出るかだね。確かに PR の古永が1個あるか、R の古永が3枚、すげえな、こうやって見るともう他のキャラは完全にミキサーにしようか。じゃあ2回目もこのままいっちゃいましょう。 PSR ですよ、 PSR すごくない？ PSR って3枚目ですね、 PSR。 これで一応これからも PSR 出るんだ。虹が出なかったけど、まあそういうのは特に関係ないのか。有村、これはミキサー券ですね。ミキサー券をゲットしました。 PSR ミキサー券ですね。いや、さすがにね、レベル上げて使おうっていう気にはならないな。よし、古永の PR、 うん、まあ RPR は結構まんべんなく出た感じですかね。いや、でもとりあえずね、古永の SR が出てくれたので、まあ、それは良かったですね。まあ欲を言えばね、もちろん PSR が欲しかったんですけれども、まあ、そこまでちょっと欲張れなかったんで、まあいいでしょう。で、あとガチャのチケットがちょいちょい余ってるんですけど、これはもうイベキャラボックスが開いてないんで、まあ次に回しますか。というような感じでした。まあもしね、石に余裕がある方は古永を狙って引いてみてはいいんじゃないでしょうか。というところで今回は終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。